ぱプロみたいなスイングだね。いやプロじゃない、どうやっても。いやだからだって違うの、違うの。え、いやいろいろだから僕のスイングいろいろ言われちゃってるからあ、お前がちょっとあまりにも飛ばない人だと思われてるからね。ちゃんと皆さん言ってよ、俺宮下さんが飛ばない飛ばないって言うからみんなに飛ばない人間と思われて、スイングがこうだから飛ばないとか言われてるけどいやまあ、 俺から言っとくと、ジャンボ艇ではもうちょっと昔に比べて飛ばなくなったけども、まあドライバーだったらキャリーで275ぐらいは飛びますよと300いかないとかそのレベルで一応やってるのに、宮下さんがほんと240しか飛ばない人間みたいに書いや違うんだ、いいんだよそれは。まあ、そうか、たまにたまにあのフル練習をね、まあ、しばらくしてなかったから、うん、いやあれあの振り見たらだってお前触れてないように見えねえじゃん。いやだからでもさ、こう前傾角とかキープできてないとか伸び上がってるとか、あ、いやまあそれは、うん、タイプ的にあるからね、うん、これはだってどっちかというと伸び上がんなきゃダメなタイプだから。そうなんです、だからそうだから今前傾なんでしたっけ、前傾角度キープしてとかっていうこれ打ち方だと僕は力入りませんいやそうだよ、だから小暮はどっちかって言ったらもうビンビン系なんだから、パーンってやるんだよ。そうだから前傾角度キープとかは全く頭にだどっちかって言ったらジョーダンスピース系でいかなきゃいけない。何それ。え、左膝曲げといたのをパーンって伸ばすんだよ。クロス系でからの引っ張り合い、だからのしらパーンってね。そうだから僕は伸び上がりたい何そんなに触れてないって言われたらショックだったのいや映像見たら触れてるよお前。触れてる。この間のスイングは触れてるよ。いやだってまあまあ飛んでたよ。いや飛んでるよ、飛んでるけど、だから飛ばないクラブを使って飛ばしてるから。言い訳みたいじゃない。いや言い訳だもんだって一応さ、あまり飛ばないって言われるとさ、いや飛ぶ、それは飛ばないことないよ。アマチュアとしてみたらお前だって270のキャリーってないからね。俺がどんだけ満振りしたって260だからね。でもあれ30転がすじゃん。まあでもいや30じゃ効かない、50転がすじゃあ300いくってことじゃん、条件良かったらね。船橋カントリーだったら行くんだよね、下硬いから。やがましい、ハマナーだって転がんないじゃん。いや、この間は転がんなかったからあれだけど、そんなショック受けんなよ別に。いやいや、ショック受けてないけど、いや、あまりのその皆さんのコメントが本当に飛ばない人間本当に飛ばないんだなっていう言われ方じゃないと思う。もうしょうがない、飛ばない前提で作った YouTube なんだからあ、きっと10年前よりは飛ばなくなりましたよ。いや10年前どこじゃないよ、一昨年から比べたら飛ばなくなったってだけな。いやそれはね、だ年々ね、やっぱねもう40ももう近づくと体鍛えてるわけじゃないんだから触れなくなるよ。それをさ長尺規制しようとしやがってよ R&A は。この間の話じゃないけどさ、本当俺だって50インチ使いたいんだ本当は。いやだからさ、みんなさスコア出すし、だからクラブ難しくすればいいのね。え、そういうんじゃない。違う、あ、だから飛距離を抑えたいってことでしょ。でもさ、ドラコン選手だって48インチだよ。だからドラコン選手にいかにまっすぐ飛ばすのが難しいか、本当聞いてみりゃいいんだよ。まあね、うん、だから曲げたくない人は短いの使うだろうし、ちょっと曲げてもドライバー飛ばしたい人は長いの使うだろうし。でもさ最近雑誌見るとさ、短い方が飛ぶんですとかさ書いてる雑誌多いじゃん。違う、これね、たまに浜野だから研修生の時待ってたところで、今こう長尺だしデカヘッドじゃん。で昔ちっちゃくて短かったじゃんそっちの方が前行ってた研修生の時の。そら研修生の時はトレーニングしてた。まあ、クラブは違うにしたってさ、こんなちっちゃいヘッドで。いやそれ言っちゃったらそれは年齢的なもんもあるじゃん。いやだけど今のだってお前この間の毛穴覚えてる、
18番の大フォローさ、ジャンボさん昔 PS で打ったことあるんだよ、あそこ。昔だけどね、20何年前だよ。そしたらチタンのちっちゃいヘッドにさ、あれの時っていう感覚だよ。昔だから体が強きゃ飛んでたんだよ。だからもう昔の体には戻らないんだから、いかにクラブを、今の最新のクラブを使うかで。何が？今後。いやだからちょっと触れなくなったなと思ったら、ちょっと軽めの柔らかいの使えばいいじゃん。だって俺のクラブ使ったら、だって8倍円で170、180いくだろ。いくけど俺あの辺は使いたくないもんほらだからその辺の頑固さがある。8万円で内野と飛ばしたっていうのが嫌なの。じゃあドライバーでも一緒だよ。俺と同じシャフト軽いの使ってみ。やだ、飛ぶようになるから。やだ、それこだわりがあるからだろ。こだわりっていうかね、嫌なの。なんで嫌なんだよ。それを教えてくれ。ただ俺、宮下さんと同じクラブでゴルフしたくないもん。だって俺が激変したの、お前、あれじゃんよ。あのペロンペロンシャフト使うようになってからじゃん。それまでは、俺は X だとかさ、振動数290じゃとかさ。みんなに言ったことないでしょ。え、宮下さん自分のクラブが SR って言ったことないでしょ。いや、言ってんじゃん、しょっちゅう。俺のアイアンは R だとかさ。まあ今年はちょっと SR、S、S、S ぐらいだろ、うん、だってヘッドスピードさ、やっぱ測ったってさ、50あるかないかなんだから。50あるってすごいんだよ、いや、だから長いの使ってそれだよ。あ、まあね。48インチ使ってそれなんだから、46インチにされたらヘッドスピードが45になって、お前230ヤードしかキャリーしなくなったらどうすんだよ。いやでもね、しょうがないです。しょうがない。嫌だよそんないやでも本当46インチになるんですか、確定。いや分からんけど、なんかだってそんな話が出てるぐらいだから。まあもうちょっと待って、復活しますから。飛距離、いや飛距離復活しなくていいよ別に。ゴルファイブレディース？ゴルファイブレディースのプラマ？プラマ。超に甘い気によ。だってジャンボさん富士山系出ないんだもん。出れるかよ。飛ばし屋と回るんで。飛ばし屋、女子の飛ばし屋。負けんなよ。もう負けたら俺の言いなりのシャフトつけろよ。ああ一発でも。一発でも負けたら俺と同じシャフトつけろよ。いいな、いいな。一発でも負けたらだぞ。いいですよ。一発でも負けたらね。じゃあちょっともうドライバー俺が全部シャフト交換してやるから。やだよっしゃ、じゃあ楽しみだ。吉羽ルミ選手頑張ってください。